ネメシスの創造図ネメシスとは存在が提唱されている仮説上の赤色矮星または褐色矮星で1984年に地質学的記録において約2600万年周期でより頻繁に発生する大量絶滅を説明するために太陽から約9万5000 a u 離れたオールとの雲よりも遠い距離を周回していると仮定された より強力な新しい赤外線望遠鏡の観測技術を用いれば、太陽から10光年以内にある最低で、表面温度 150K の褐色矮星も検出できるが、広域赤外線探査衛星による観測では、ネメシスは発見されなかった。2011年に地球近傍小惑星の衝突リスク評価の研究で知られている NASA の科学者、デビッド・モリソンは、こうした天体は、 赤外線による装填観測で発見されるはずであり、ネメシスのような天体が存在するという確証はないと記している。1984年、古生物学者のデビッド・ロープとジャック・セプコスキーは、過去2億5000万年間の絶滅率の統計的周期性を時系列分析を確認したとする論文を発表した。彼らは、海星脊椎動物、無脊椎動物、および、 原生動物のトガの絶滅の激しさに着目し、この期間中に12回の大量絶滅があったと結論づけた。大量絶滅間の平均的な長さは約2600万年と推定された。当時特定されていた2回の大量絶滅は地球への大きな天体衝突が起こった時期と一致することが示されていた。この周期性の原因は判明しなかったが、 ロープとセプコスキーはこの周期性には地球外の何らかの要素が起因している可能性を示唆した。その後いくつかの天文学者の研究グループが直ちにこのメカニズムの解明に取り組み始めた。2010年にはエイドリアン・エルメロットとリチャード・ケイ・バンバックは改善されたデータが含まれ化石データの再調査を行った。また、この際にはロープとセプコスキーが使用していたものに加えて 二つ目の独立したデータベースが使用された。彼らは5億年前にまで遡って調査を行い、その結果2700万年の周期で現れる過剰な絶滅率を示す信号の証拠を発見し、古い研究よりもはるかに高い統計的優位性を示した。ダニエル・ P ・ウィテメイヤーとアルバート・イ・ジャクソ。この仮説では、太陽の周りを大円軌道で光転する未発見の番星があり、 この晩星が周期的にオールトの雲を生み出し、その結果として内太陽系に飛来する水星の数を大幅に増加させ、地球への天体衝突につながったとしている。この仮説が後にネメシス仮説、または死の星仮説として知られるようになった。もしこのような晩星が存在したとしても、ネメシスの正確な性質などは不明である。ミューラーは、ネメシスは、 見かけの明るさが7等級から12等級くらいの赤色矮星である可能性が最も高いとしているが、ウィテメイヤーとジャクソンは褐色矮星であると主張した。赤色矮星であればこれまでの製表に掲載されているはずだが太陽を好転しているので固有運動がとても小さくなり、旧等級のバーナード・ボシの固有運動を 記録できたような過去の固有運動観測による検出ができないため、年収しさの測定でしか、その存在を確認できない。ミューラーは、ネメシスが10等級より明るければ年収しさ測定で、ネメシスを発見できると期待している。最後の大量絶滅が約1100万年前に起きたことから、ミューラーはネメシスが、太陽から約9万5000離れた軌道長半径を持つと仮定し、 ミューラーの仮説の詳細を満たすオービタルアークを描いて、公転する、多数の公転周期が不定な長周期彗星の、本来の近日点に由来する、仮説上の軌道をもとに、ネメシスは、海蛇座の近くに見えると推定した。ミューラーのネメシス仮説に関する、最も最近の論文は2002年に出版された。2002年にミューラーは、4億年前に、 ネメシスが近くを通過した恒星によって円軌道から軌道離心率0.7の大円軌道へと軌道を乱されたと推測している。2010年と2013年にはメロットとバンバックは2700万年の周期で絶滅率が過剰に大きくなることを示す信号の証拠を発見したと発表した。しかしネメシスは太陽から非常に離れているので近くを別の恒星が通過することで 雪像の影響を受けることが予想されるため、光天周期は15から30%ほど変化するはずだとされている。したがって約2700万年周期に見られる急激な絶滅率のピークはネメシスの存在とは矛盾している。セドナの軌道を太陽系とオールトの雲と比較した画像太陽系外縁天体のセドナは非常に細長い異常な楕円軌道を描いており、 太陽からの距離は 76au から 883au にまで変化する。軌道を一回公転するには約1500年を要する。セドナの発見者であるマイケル・ブラウンは科学雑誌ディスカバー誌の記事で、セドナはそこにあるべきではないとセドナの位置は推論に反しているように見えると述べており、また、セドナを今いる場所に位置させる方法はない。太陽の影響を受けるほど接近しないが、 他の恒星の影響を受けるほど太陽から遠く離れているわけでもないと述べている。したがって、ブラウンは目には見えない巨大な天体がセドナの異常な軌道の原因であると仮定した。そして、この一元の調査によって最終的にプラネットナイン仮説が導き出された。ブラウンは数十億年前に太陽の近くを通過した一個以上の番星ではない恒星がセドナを 現在の軌道に引き寄せた可能性があると述べている。2004年にスコット・ジェイ・ケニオンはセドナの軌道データの分析とかつて近くを通過した構成のコンピューターモデリングからこの説明を助成させている。低温の構成は赤外線で比較的明るく輝いて見えるため、ネメシスを赤外線で探索することは非常に重要となる。 カリフォルニア大学とサンフランシスコ州立大学が運営しているロイシュナー天文台で行われた1986年までの観測ではネメシスは発見されなかった。また、1980年代に行われた赤外線天文衛星による観測でもネメシスは発見されていない。1997年から2001年にかけて行われたニマスによる装填観測でも太陽系内に 別の構成や褐色矮星は発見されることはなかった。もしネメシスが実在するとしたら2008年より観測が開始されたパンストアーズや現在計画されている LSST などの大規模探査なら発見できる可能性がある。特にネメシスが赤色矮星や褐色矮星である場合2009年より始まった ワイズ計画によってネメシスを発見することができると期待されていた。ワイズは10光年以内の領域にある表面温度 150K までの褐色矮星を検出することが可能で、褐色矮星が地球に近いほど検出が容易になる。ワイズによる観測の予備結果は2011年4月14日にリリースされた。そして翌年3月14日には、 ワイズ計画による観測結果の全体カタログがリリースされた。2014年時点のワイズのデータでは、オールとの雲より内側において土星、またはそれより大きい質量を持つ未知の天体が1万英雄以内の領域に存在する可能性は除外された。アメリカ航空宇宙局は、ワイズによる全天観測の結果からネメシスの候補となるような赤色矮星、または 褐色矮星のいずれもが存在しないとの研究結果を明らかにした。2012年時点では1800個以上の褐色矮星が確認されているが、実際には太陽系の近傍に存在する褐色矮星は以前考えられていたよりも少ないとされており、構成1個につき1個の褐色矮星が存在するのではなく、最低で構成6個あたり1個の割合でしか存在しない。 場合もある。太陽のような恒星の大部分は単独星とされている。以前の考え方では、恒星の半分もしくはほとんどの恒星が、もともとは、星団と関連していた二重連星や三重連星、もしくはそれ以上の多重連星であると考えられていた。2017年に発表された研究論文で、サラ・サーダボイとスティーブン・ストラーは、太陽は形成された時点では、 連星系の一部であった可能性と主張し、かなり昔にはネメシスは存在していたかもしれないことを示唆した。このような構成は40億年以上前に、連星系から弾き飛ばされてしまったと考えられるため、最近の大量絶滅の周期性の原因にはならず、天文学者のダグラスバッカクは、専門ニュースウェブサイトのビジネスインサイダーのインタビューで、太陽は、初期の頃は本当に、 伝星系の一部だったが、その初期の太陽と双子を成していた恒星は、驚異のネメシスではなく、番星のような、和やかな名前を付けるに値すると述べている。1980年代の計算では、銀河系や近くを通過する恒星から接動の影響を受けることにより、ネメシスは不規則な軌道を持つことが示唆されている。しかし先日のように、メロットとバンバックの研究で、 そのような予想される不規則な軌道要素とは矛盾する非常に規則的な絶滅率の上昇の信号が示されている。したがって、このような大量絶滅の周期性が支持されている間はあくまで他の種類のアコウセー天体が存在するという可能性については矛盾しないがネメシス仮説とは矛盾しているように見える。2011年の NASA のニュースリリースには最近の科学的分析は 地球上で絶滅が周期的に繰り返されるという考えをもはや支持しなくなり、ネメシス仮説はもう必要ないと記述されている。より最近の理論では他の恒星の接近や太陽の銀河系内における光天軌道の軌道面に対して採用する銀河面の角度効果などの他の力が外部にある一部の太陽系天体の軌道接動の原因である可能性が示唆されている。 2011年、コーン・ベイラー・ジョーンズは、地球上に存在する衝突クレーターを分析し、初期の単純で、周期的な大量絶滅の痕跡の発見は、統計上の人為的な効果であると結論づけられ、クレーターの記録は、ネメシスの存在を示す証拠にならないとされた。詳細は、地球以外の実在天体を扱った事物を参照。ありがとうございます。